にいるはず。皆さんハッピーハロウィーン。ウィーン。コンパイルハット非公式バトル YouTuber のイルハットです。今日はですね、ハロウィンということでこちらの企画をいただいております。何？イルハートちゃんにやってもらいたいこと、そしてイルハートちゃんにしかできないことらしいんですけれども、いつも同じようなこと言ってるし、どうせ予想しますよ、この超難問クイズに正解できたらハロウィン限定スイーツをプレゼントしますとかって言いつつ、実は何も用意してません、イエーイっていう話だと思うんですけど、わかんない。ほら、なんか何度目の正直とかって言うじゃない。だからもしかしたらそのがあるかもしれないから、聞くだけだ、ただだから、話だけね聞いてみようかなと思います。はい、何ですか？そうですね。待って待って、温度差やばくない？なんか、どうせあいつ、うるえー、そうですね。私はさ、やっぱ四季の中で夏がね一番好きなんです。その私がですよ、さすがに夏は飽きたわって思うぐらいずっと暑かったじゃない、今年って。最近あれよ、ちょっとあったかめのさ、モコモコの上着とかを着たりとか持って出た日に限って暑い。なんだろうね。え、なんて言って楽しいこと。あ、まあそうなんですよね。まああれよ、何々の秋、なんちゃらの秋とかって言うじゃないですか。やっぱりこうあったかいものとかさ、甘いものとかさ、そういうやつ。何が？ん？え、いろいろな。は？はい。制限時間内に丸々の音を楽しんでください。おー、オッケー。まずは、読書の秋。読書の秋？お！桃太郎！いやー、やっぱね、こう昔話とかってね、こうどの世代のどの時代の子供にもね受け継がれていくものなんですよ。名作ですからね、これ知らない人いませんからね。はい、読んでいきたいと思うんですけれども、何？1分で視聴者に読み聞かせをしてください。1分はちょっと無理なんじゃない？だってほら、読み聞かせってさ、めっちゃ早口で読んで、あーめーって言うじゃないわけでしょ。みんなに分かるように話して、さすがに、ちょっと待って、じゃあ行きますよ。桃太郎。昔ある村におじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました。天気がいい日はおじいさんは山に焚き火を取りに、おばあさんは川に洗濯に出かけます。ジャブジャブ。さあこれでおしまい。洗い終わって腰を伸ばしたおばあさんはびっくり。川の上の方から大きな桃が流れてきます。おやまあ、なんて大きいこと。ずっしりと重い桃をおばあさんは川から引き上げました。おじいさんは桃が大好きだからきっと喜びますよ。おばあさんはニコニコしながら桃を抱えて帰りました。おばあさんめっちゃでかい桃を持ってる。体強いね。山から戻ったおじいさんも大喜び。こりゃ食べるのがもったいないくらい大きいな。きっと美味しい桃ですよ。おばあさんが切ろうとすると、いきなり桃がポンと割れました。おやー、なんとやめるかー。はあ、次は何ですか？芸術の秋。はい。ちょ、それさ、収録中にノートパソコン手渡しすることある？ちょっと待って。よいしょ。これで、何？桃太郎の名シーンを1分で書いてください。なるほどね。はい。私分かってますよ。ね。こうやって、そんな1分で書けるわけないでしょって言ってるとタイマーが動くんですよね。あ、わかりました、わかりました。じゃあ書きますよ。よーいの、名シーン、名シーンか、そうだな。どうしようかな。ちなみになんだけどさ、さっき朗読したでしょ？朗読中にさ、桃太郎生まれた瞬間に話が終わったんだよね。だから、ちょっと、その後のご活躍を書きたい。その後の、その、いや、待って。さ、
ちょっとイーハート的桃太郎の名シーンといえば、あの桃からさ、桃がパカッと割れてさ、あの桃太郎が生まれてくるシーンなんですけど、あのさっきね、あのおぎゃーしかできなかったから朗読の時に思ったんですけど、あのそのシーンを書くにあたって多分この流れてくる川はいらなかったと思う待って、でも大丈夫大丈夫、ダイジェスト版みたいな感じね。よいしょ、桃太郎、桃太郎、よいしょよいしょ、あ、ちょっと頭でかいかも。あ、待って。ちょっと、おけけを一本生やしておきまして。あー！ちょっと待って待って違う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 、なんか違う、全然違う。でも、あれよ、あの、朗読の時にはできなかった登場シーンを書くことができたから、私的にこれはクリア！次は、食欲の秋、待ってました。なにうん、秋だからさ、かぼちゃとかお芋スイーツとかかなって思ったら、こちらです。白桃シラップ漬け缶詰なんですけど、桃のちゃんと指でさ、カシャって開けれるタイプのやつだった。ここのスタッフってさ、缶切りとかを用意せずにさ、これを自力で開けられたら食べていいですとかさ、そういうことをしそうだなって思ってたの。スタッフの全ての行動を疑っていく女、イルハートです。よろしくお願いします。では、早速、いただきたいと思います。え、これも、1分とか？そういうこと？え？あ、そういうこと？まあまあまあ、1分あれば余裕ですわ。もうすぐ時間余っちゃうかもしれない。はい、それじゃ早速いただきますよ。はい、いただきまーす。あ、ちなみに、開いてないのね、まだ。聞こえる？これ。美容系 YouTuber なので。じゃあ開けるところからやっていきますよ。はい。よいしょ。待って。なんていうの、あのさ、たぶっていうの、あれがさ、立たない。待って。よいしょ。よし。いくよ。せーの。いただきまーす。やったー。あ、うまっ。てかさ、ちなみに私、桃にさ、トラウマがあって、いや、缶詰にはないんだけど、あの桃のさ、皮ごと、あのピンクい状態のさ、あの桃なら、あのさ、違うじゃん。開けたところから1分じゃん。桃エピソード話させて。次はスポーツの秋。え、何？軍手。久しぶりに見た。何？軍手を使うスポーツって何ですか？ちなみに。何しばかりって。なんか新しいスポーツとか。だから、それスポーツじゃないからっていうかね、あの、私さ、芝刈りのことはよく詳しくないんですけど、あの、あれでしょ、山でやるんでしょ、そういうのって。まずね、山まで1分で行けるかっていう話よ。ここから行ったらさ、山手線までさ、行かないぐらいの距離じゃない。でもさ、エレベーター待ってる間に絶対1分過ぎるから、せっかく YouTuber なんですから、芝刈りしてほしかったな。こう、軍手じゃなくて、山を持ってきました、ドーンぐらいやってもらおうとか思うんですよね、こっちとしては。大体ね、あの、なんか今までやってきたやつほとんど全部関係なくない。だってさ、桃太郎の季節は分かんないけど、桃の旬は夏だし、そのイラストをさ、パソコンで描いてくださいとかってさ、何なの、ビューワールもびっくりよ。じゃあ私はパソコンで桃の絵を描く芸術家いるわけですって名乗ったらいいわけ。っていうかさ、桃でも出したんだけどさ、缶詰1分で食べてくださいって言うんだったら開けておくべきじゃないですか。で、美容系 YouTuber のね、カランカランカランとか言ってるうちに残り22秒になったの、頭おかしいでしょ。ハロウィンにさ、あ、それやりますとか言うんだくせに全然さ、ハロウィン描けないじゃん。なんか本当に缶詰開けてませんとか、しょうもない企画をしてる前にお菓子をね、食べさせてもらいたい。あ、トリックアトリート。はい。じゃあ今から1分でお菓子を買ってきてください。はい、よーい、スタート。お菓子、ユンチョコ、肉、お菓子。川から大きな肉の塊が、どんぶ
らこ。